え、こんにちは。黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、おすすめジャズ CD ということでですね、ホリーコールの Yesterday and Today ですね。これはもうかなり前、僕は大学生の頃かな。えー、これを聴いて、一人で部屋でお酒のものがすごく好きだったような、すごいこうしっとりとした、ドラムが入ってないアルバムなんですけど、僕結構ドラムの入ってないアルバムをよく聞くんですね。なので、えー、っと、非常に、あの、オ、OK、ケが入ってて、 非常に感動的な曲がいいっぱいありますので、えー、収録曲はですね、まあ、最初からもういきなり「エルビス・コステラのアリソン」から始まってですね「コーリング・ユー」っていうのはあのバグダッドカフェの、えー、バネッサ・ウィリアムスが歌っていた「コーリング・ユー」をですね歌ってるんですが僕はこっちの「バネッサ」よりもこっちの方が好きなんですね。 まあ他にもこう、マイ・フーリッシュ・ハード。この赤で付けたのが比較的ジャズミュージシャンがえそもそもやる曲なんですけど、それ以外の曲、例えばこれ、I Can See Clearly Now とかはレゲエのえジミー・クリフのえ曲なんですけど、こんな曲も歌ってますね。あと、Trust in Me が結構好きなんですけど、これあの、ジャングルブックでヘビがえ少年をこう、なんて誘惑するシーンがあって、その時に Trust in Me っていうこう、 僕を信じてちょうだいってで,で、close your eye、目を閉じてっていうような、そういうちょっとこうおど、ちょっと怖いような感じの曲なんですけど、えー、といったような、まあ、もう本当に映画ソングとか、そういった、えー、ものすごくポピュラーな曲で、聴きやすい曲がものすごいたくさん入ってるんですね。で、これを取り入れたのが今回、BLAME IT ON MY y o u っていうですね、この、これ、オスカー・レバントという人が、僕、この間、パリのアメリカ人の話をして、それで調べてるうちには、あ、 たどり着いたんですけどあこれオスカー・レバントの曲だったんだとオスカーレバントっていう方はですねもうあのピアニストでパリのアメリカ人でピアニスト役で出てるんですがもう彼はピアニストとしてコンチェルトとかそういったのもたくさん弾いてますし非常にもうピアニストとしても大成しててでしかもダンスもできて演技も上手でという形でですねパリのアメリカ人ではジーン・ケリーと一緒に、えー、踊ったり歌ったりしてますが本当にうまいんですね僕が一番好きなシーンが「えー、スワンダフル」を歌う手前に要は「 三角関係のこう二人の間にこう二人が一人の女の子をこうお互いにこう自分の彼女はっていう話をしてるんですけどそれを。 彼だけが知っているので、彼のこう、なんかこう、慌てながらね、タバコを吸って、タバコを加えたけど、そのままコーヒー飲んでこぼしてるとか、そういうシーンがあるんですけど、非常にうまいんですね。なので、えー、非常に演技も大好きな、えー、彼ですが。あと、バンドワゴンっていうの、こっちはですね、あのフレッド・アスティアと、えー、ダンスしたりとかですね、もう本当に世界一流の人とダンスをできる人で、ピアニストで、みたいな。でこの人が作った曲なんですね、この、ブレム・イトン・マイ・ユースっていう曲は、まあ。ジャズのミュージシャンは昔からよく取り上げる曲。 ブレームっていいううのはまあ攻めるという意味なんですが恋が始まるんだけどこういうちょっとこうわがまま言ったり泣いちゃったりとかするかもしれないけどそれは、えー、そのそのことを責めるんではなくて自分の若さを責めてほしいっていうようなちょっと大人な歌詞なんですけど非常に、えー、もう非常にその雰囲気満載で歌っておりますのでこのアルバムはですねの曲が全部いいんですけどなおかつこう歌詞が全部どれもよくて。 これは僕は CD で買って、で、やっぱりライナーノーツ見ながら、で、こう、歌詞をね、やっぱりこう見ながら、えー、聞けるので非常にいいかなと思いますので、ぜひよければ原版を買っていただけたらいいかなと思います。えっ、ー、と、リンクにはね、えっ、ー、と、見つけたやつでこう、麻薬が出て、えー、見れるやつとかあるんですけど、それはすごくいいかなと思。で、あの、ものすごい美人でしょだからあん、あの、見るとそう、なんかこう、ちょっとポチャッとしてらっしゃって、で、僕はあの、 昔こう演奏してるとですね夜中こう、えー、終わってから別の多分ブルーノートで演奏されてたのか、えー、とふっと現れて一曲歌ったんですよねえらい上手い人だなと思ってで後で話を聞くとホリーコールだったそれはうまいわみたいな話だったんですけど、うん、そういう人ですね、えー、この写真とは似ても似つかない感じの人ですけど、えー、非常にもう歌を聴くと本当にも惚れちゃいますね といったえー、今回はホリーコールのホリーコールトリオの、えー、イエスタデアンドトゥデイというのを、えー、おすすめいたします、えー。本日は以上になります。今日もご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。 私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。